山下清の幼少期の家庭環境っていうのはなかなかのハードモードでまず自分自身が3歳で知的障害を患ってしまったんですねで10歳の時にお父さんが亡くなってしまったんですよでお母さん再婚したんですけどもこの再婚した人っていうのがなかなかのクソ親父で酒癖悪い上に家庭内暴力を振るうようなクソ親父やったんですよで清っていうのはこの時いじめに当てたのでそのいじめをお父さんに相談したらしいんですよこの親父なんて言ったかというと「清リベンジで刃物でやってもたらえねええねん」みたいな感じの示唆をしたんですよ で、清っていうのは純粋やからそれを真に受けて小さいナイフでいじめに来た子を切りつけるっていうような傷害事件を起こしてしまったとでお母さんさすがにこれじゃやばいなということで家族で逃亡生活をするっていうことになったんですよでまあ当然極貧生活で苦労してたんですけどもなんとか母子家庭社会福祉施設に入ることができましたよとただそこでもやばいね清っていうのはグレ始めてたのでこれやばいなということで養護学校に入学させるっていうことになったんですよこれが幼少期の家庭環境なんですよ